今から、かつおだしをもうお湯を引いていきます。冷蔵庫で、1日ぐらい水出しした昆布ですね。本当にあの弱火でゆっくり、まあ、2時間から3時間昆布の甘みが出るぐらいで、2時間から3時間、ずっとかけていきますね。高い温度ですると、もう昆布の嫌な部分が出ちゃっても昆布臭さとかでが、出ちゃうんで、弱火で長く、甘みを出していくイメージで、昆布火かけていきますね。あとは、1時間に1回で、まあ、30分に1回でも昆布の味見ながらって感じです。2時間から3時間、弱火でかけて甘みが出た昆布ですね。これはもう温度を上げずにもう昆布を揚げていきます。ガンガン沸かしてアクを昆布のアクを外に出していく。なのでこのアク出すときはもうガンガン沸かしてもらって、アクとこのアクと一緒にこのだしの中に入っているこの酸素というかもうこの酸を出してやるみたいな。で OK です。で温度計、まあ、入れながら、75度まで下げて、75度に下がったらその下がった瞬間にカツオを入れて、こしていきます。カツオ節が 20g、まあ、カツオの香りが、まあ、だしに移ったなと思った瞬間に引いていきますね。まあ、1分からまあ2分ぐらいを目安に引いていくような感じですね。でもカツオの香り移ったなって思ったらもうじゅーっと腰網で引いて、これでだしが完成です。